皆さんこんにちは。ただいま紹介いただきました日本航空の水野でございます。本日は、弊社最新鋭機でございますエアバスの350機、福岡発の初便である318便にご搭乗いただきまして誠にありがとうございます。まあ、残念ながらちょっとここからあの300A350 の見えないんですけども、すぐに目につくのはですね A350 って赤い大きな文字で機体の後方部に書いてあります。これはあの、挑戦ということを表しています。でつい先日2号機に受け取れたんですけれども、これはシルバーで A350 って書いてあって、これ確信を意味しています。で3号機が緑で書いてあって、これはエコですね。すなわち挑戦、革新、エコ、これがこのエアバス350機の弊社の思いと、まあ、特徴ということになるんじゃないかと思います。非常に目立つのでですね、ぜひ皆さんあの空港に来たら、A350 を見つけていただければなというふうに思っております。あのこの福岡なんですけども、あの昨年2018年度はですね、872万人ですね、福岡、羽田872万のお客様をご利用いただいています。これはの世界の路線の5本の指に入るぐらい非常に大きな路線でございます。で中でも福岡はあのビジネスのお客様に非常に多く利用していただいていると、まあ、逆に言うと我々エアラインから見ると非常に競争の厳しいそういう路線でございます。そういう意味ではこの A350 がこの福岡羽田線に一番最初に来るというのは自然なことだというふうに理解しております。まあ、当面1日3便3往復、福岡発ですと9時、そして15時で21時ときれいに6時間ずつですね、空いて、3往復しますけれども、2号機が稼働する10月中旬以降は1日日程にもよりますけれども6便から8便で倍増します。そして来年の2月にはですね、10便運行する予定です。弊社17便福岡東京を飛んでおりますので、半分以上はこの A350 になりますので、この福岡空港の弊社の顔になるというふうに思う、そういう機材でございます。飛行機の中身についてはこれからあの機長の立花、彼らの福岡出身なんですけども、立花の方に委ねて私の挨拶をさせておきます。本当に今日はどうもありがとうございました。